私はスカイリム生まれじゃないけど、帝国軍にいた頃にここが故郷となったの。ブリナ・メリリスを守るのが仕事だ。サイラス、あなたの祖先はこんなことを望んでいないわ。お願いです、サイラスの博物館には立ち入らないで。サイラスはドーンスターで最も古い一族の出身です。彼らには複雑な歴史があるんです。先祖の何人かは深淵の暁に属していました。タムリエルを滅ぼしかけた教団です。一族の関与が明らかになったのは危機が去ってからずっと後でしたが、名声を損なうには十分でした。彼らは追放されたのです。しかしサイラスは戻ってきました。この博物館は彼なりに一族の誇りを取り戻す手段なのでしょう。間違った方法ですが、少なくとも歴史研究家ではありません。それで十分です。忘れ去られるべき集団です。忘れてはならないのは、彼らが世界を破滅寸前に追いやり阻止されたという事実だけです。昔の話です。サイラスはドーンスターで最も古い一族の出身です。彼らには複雑な歴史があるんです。深淵の暁博物館にようこそ。そう、帝国を転覆させたグループの秘宝が展示されている。ぜひ入ったらどうだ。陳列物を眺めながら話ができる。それにぜひ頼みたい仕事もあるんだ。中で話そう。なんでかな。ここにいるよ。じゃあ気をつけて。自由に見て回ってくれ。先ほど言及した仕事について決断したら声をか。ここと外に吊り下がっているタペストリーは、深淵の暁メンバーが集まり陰謀を企てていた隠れ家で見つかったものだ。教団最大の功績はセプティム王朝の暗殺とオブリミオンの門の開門だろう。博物館について何か質問が？それとも商売の話かな？それで来たわけか。きっとこの博物館を気に入るだろう。我が一族が深淵の暁のメンバーだったことは公然の秘密だ。祖先の中にはユリエル・セプティムに差し向ける暗殺者として選ばれる者さえいた。我々は長年の過去を隠し、金と影響力を持つ商人になった。だが歴史における深淵の暁の重要性、つまり我が一族の重要性は無視できないと悟ったのだ。良くも悪くも、一時は世界の運命が深淵の暁の手中にあった。それをタムリエルのみんなの記憶に刻み込みたい。まず歴史を少々。オブリビオンの動乱以降、深淵の暁の残党を一掃しようとするグループが急増した。その中の一つがデイゴンの秘宝メールンズのカミソリを発見した。連中はそれを三つの破片に分割し、永遠にバラバラに保管することを誓った。それが150年ほど前のことで、破片は未だそのグループの子孫が保管している。ここスカイリムでね。少なくとも所有者のうちの二人、グンズルとドラスキアは危険な略奪者だ。三人目のヨルゲンについてはモーサルに住んでることしか知らない。これがその者たちに関するメモだ。どんな手を使おうと構わない。破片を手に入れてくれたら何も聞かずに喜んで礼をしよう。カミソリはメールンズ・デイゴンの秘宝だ。常に血塗られた変化と大虐殺の到来を告げてきた。これには様々な名前がある。最後の傷のダガー、
正義を滅ぼし剣キングスレイヤー、深淵の暁はデイゴンを神と崇拝した。デイゴンのカミソリをコレクションに加えることは非常に重要な意味を持つ。おお、素晴らしい質問だ。メールウンズデイゴンは変化、破壊、野望を司るデイドラの王だ。デイゴンによる深淵の暁教団はセプティム王朝を倒し、タムリエルに通じるオブリビオンの門を開いた。オブリビオンの動乱と呼ばれるもの。いや、元気いいぞ、行こう。まずい時に迷ったようだな。お前の骨をガラスのように粉々にしてやる。戦いでお前に劣ってしまう。刀剣を探しているが、これはお前だけじゃない。いや。お遊びはこれまでだ。
何が必要なんだ。工場は俺の管轄で、大切なのはそれだけだ。他のことはどう。誰にも煩わされずに仕事をして。何の話かわからんな、よそ者よ。その名は聞いたことがある。父は彼が深淵の暁と関わりがあるのではと疑っていたが、どうやら当たっていたようだな。諦めろ。滅びた教団からカミソリを守るために、我が一族は8世代もの歳月を無意に費やしたんだ。この目の黒いうちは家の外に持ち出させないぞ。工場が新しい刃を必要としていることは神々もご存知だ。よし、持っていくがいい。これが鍵だ。目当てのものは家の宝箱に入っている。じゃあな。こんにちは。じゃあな。